演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、業務スーパーの天然酵母食パンを食べたいと思います。これ大きいですね。前から動画で見たことがあるんですけど、こんなに大きいとは。どうして思います？どうしてなるの、こんなの。もう自分の顔色より、顔幅より広いんですよ。まあ、それは大変なのとか、自分の顔はどうなの。なんで、切るよりも割く方が美味しくいただけるってことですね。まずは、割いてみましょう。割いた面はこんな感じですね。で、まあ、これ、半分はそのまま、半分は焼いて食べたいと思います。ので、まずは割きましょう。では、いただきます。食パンで美味しいって思ったの史上初かもしれません。それくらい美味しいです、これ。はい、こちらトーストしたバージョンです。ちょっと焼きすぎて見栄えが悪くなってしまいました。あ、これがちょうどいいの。では、あんまり薄いものがないかもしれませんが、いただきます。モーストするとまた甘みが変わりますね、これ。まずそのままで食べてもパン自体に甘みがあって弾力があって、噛んだ瞬間にちょっともちっとした食感と同時に口の中にふわっとした優しい甘さが広がっていきます。食パンでここまで甘いのって初めて食べたかもしれません。やっぱこれも天然酵母の力なのでしょうか。で、トーストするとその焼いたことによってその甘さがまた違った形で引き出されていて、シャクシャクカリッとした食感も加わってさらに美味しくいただくことができました。何にでも合いそうな万能選手の食パンですね。食パンでそういうところありますけど、甘味にもなるし食にもなる、とっても美味しい食パンだと思います。天然酵母の力を思い知らされましたので、こちらの点数とさせていただきます。これすごいですね。では腸ほどに神経性胃炎癒せるか。腸の前を見て癒されて治してほしいということなんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。